はいどうもセルフィーです。というわけでね、いよいよね、最後ですよ。こちら、10連無料。合計25回引いてきたんですけども、ま、結果の方はね、動画の方をご視聴いただければなと思うんですが、でね、この動画の前に、多分40連してると思うんですけど、ま、いいのが出てないと思うんですよね。まあ、実際、今、舞台少女カウントが43ってことで、50連ぐらい爆死してるんですよ。なんでね、まあラストはね、星を出していきたいなと思います。まあ、せっかくラストなんでね、実況しながらガチャ回していこうかなと思います。それでは、行きましょう。お、ロード入ったね。いいね。さあ、お、星音1枚ある。ただ、メモワールか、舞台少女かってところ、どっちなんだろうか。さあ、星さん。メモあると。星には基本的に飛ばしましょう。あ、舞台少女出るね。いいね。で、星さんメモある。その流れだと、星2が舞台少女、星さんがメモある。じゃあその流れだと星4は舞台少女になります。ほら、ほら、あるよ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 。あるよ。メモあるかーい。というわけでね、無料250連引いてきたわけなんですが、まあ無料ってこういうもんすよ。無料ってこんなもんすよ。じゃあ最後こちら、3周年記念の星の舞台少女確定ガチャチケット、こちらの方引いていこうかなと思います。これでね、新規が出たらぜひ高評価お願いします。行きましょう。あ、ありがとうございました。お、イザナギ出てきた。で、情熱が手に入ったと。このイザナギは、結構バーサスレビューとかスターアリーナでね、使ってるんで、ありがたいですね。というわけで、以上、無料250連、プラスアルファでした。もしよろしければチャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。またですね、毎週末、土曜夜8時から、マリカ配信の方やっておりますので、ぜひ見に来てください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。